皆さんこんにちは異常識な傾向されたんと高橋坂子です本日のテーマは目標達成できる人の5つの特徴と達成できない人の3つの特徴についてお伝えしていきたいと思いますあの目標達成したくなる時ってまあ皆さんにとってねどんな時ですかっていう話があるんですけれども大抵ですねうん例えば 信念とかね目標を立てるとか下半期とか上半期とかなんかこう区切りがある時に目標を立ててまたそれをこなしていくということをやると思うんですよ。で私の目標の立て方はあのすごい長期的なものと長期、中長期まあ、短期みたいな形であの立てることが多くて長期は結構本当長期です10年後とかそんなレベル。中長期で3年年から5年 で短期レベルで3ヶ月から1年っていうのが、まあ、大体私の目標の立て方なんですけれどもまあ、あのー、一応、私の身長有限実行ということを心情にしているので、まあ、立てた目標を、ね、どのように今クリアしていくのかっていうのをやっていく上でやっぱり挫折しちゃう人も多いんですよねというか挫折する人の方が多いかもしれない特に新年って1月1日とかはすごくやる気満々なんですけどね 1>, 1週間もしたらもうなんか忘れちゃってるみたいなタイプの方もいらっしゃったりするので、まあ、この辺りです、ね、あたり、まあ、できる人とできない人の特徴っていうのが、まあ、自分をもちろん振り返ってっていうのもあるし私がクライアントさんとかにアドバイスをしていても感じることっていうのがあるのでこちらの方ね、ちょっとお伝えしていきたいかなというふうに思っているので今日そんなテーマをお話ししてみました。 じゃあまずねあの特徴の方五つをね言っていきたいと思います。えっとまず一つ目はですね目標達成をするとあのガチガチにそこを目指しすぎると折れやすかったりするので一つ目の特徴は柔軟性ですねはい柔軟性。 で柔軟性っていうのはうん例えばあの立,て立てるんですよ目標を立てるんですけれどもそれがこうあまりにも無理すぎるのを立ててしまうとですね結局達成できないじゃないですかでその時には軌道修正っていうこともしたりする意味で柔軟性っていうのが必要になりますだから完璧主義って悪くないんですけど折れちゃうよりは柳がいいんですよ柳の木ってね結構こう風に揺られながらしなやかに こう曲がったりできるから台風とかでも折れない木っていうので割と有名なんですよね。で電線とかもそうであれ張ってると遊びの部分がないからあの凍ったりとか寒くなったり暑くなったりっていうとこの気候変動を吸収するために電線ってこう垂れてるんですよ。あれがピンと張ってたらすぐに切れちゃったりとかする電気切れるという大変じゃないですかだから電線とかも緩みを最初から計算して入れてあるんですよね。なのでで軌道修正ができる柔軟性 っていうのは一つ達成でできる上で大事な要因ななんじゃないのかななっってていいう,うに思っていますなのであまりにもかくなに固執しすぎない方がいいっていうことですねはい柔軟性が1つ2つ目があと効率化と改善ですねこれを考えられる人がいいなというふうに効率化と改善ですねでそのやっている最中にあのもっと効率化できないかもっと いい感じにできないかを常に考え続けるとなんだろうな達成度合いが速くなったりとかいい状態で達成できたりとかをするので、まあ、私もそうなんですがいった目標は作るんですけど例えばこういう形でこういくっていうルートがあったとするじゃないですかそれよりもなんかもうちょっとこうショートカットでできる方法ないかとかなんか。 じゃあここにたどり着くために成果を2個3個増やしてそこにたどり着けないかとかそういうことを、ね、常に考えたりとかしながらやっていると、まあ、あの1個の目標を立てると同時に3つぐらいのスキルが身につくみたいなところもあるのでそういった立て方をすると、まあ、ゲーム感覚で楽しいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしているのがまずあの効率化改善を考えられるかっていうそこの辺りが2つ目ですね。で3つ目は これめっちゃ当たり前なんですけど行動力実践力なんですよあの立てるのは簡単、まあ、簡単ではないか人によっては難しいだけど立てるだけならまだいいんですよもう絵に描いた餅とかってよく言うしあの私のクライアントさんとかもよくね話をするんですけれどもいや目標を立てるの得意な人いるんですけどでそれじゃあ来月どうなったんですかっていうと まあこういう事情でできてませんやれてませんとか思いついただけで頭の中がいっぱいになってとか言う方いらっしゃるんですけど動かない限り何も状況は変わらないので動ける行動力実践力これがある人の方があがやはりうまくいきますねだからあのよくね6割で動きなさいって私よく言うんですけどなんなら5割でもいいぐらいな感じ動いた方が成果はね早く手に入りますだから行動力実践力これが必要になります で4つ目、これがですね、あのー、結構ね、あの人によっては難しい、諦めないことなんですよ。諦めないっていうことは、例えば、あと、あともうちょっとだっていうときに、もう一頑張りできるかできないかって、これ、すっごい運命の差で、あの例えば年間目標があとちょっとで達成する、ちょっとを最後の一日まで頑張りきれるか、いや、どうせ無理だよって諦めるか、この一瞬の考え方の差が、行動すべてに、 あの表現されていくんですよ私いつもなんかいろんな目標を立ててやっていく時とかにうんそうだな何か1位とか狙ったり表彰されるようなことを例えば社内とか社外とかでもやったりとかする時とかにチャレンジする時にはその眠いとか今ここでやったら楽だよねっていう時に負けそうになるのを負けないようにする。 っていうのをやっぱりねや,やると成果が出やすいだからそこが多分なんだろうな糸がじゃあ例えばそこで諦めてしまうのは諦めるか諦めないかっていうのがおそらく大きな差になっていくそれが一個じゃないんでその考え方は あと一歩絶対に諦めないだから諦めないっていう気持ちがあるとチャレンジ最後までし続けるので結果、皆さんが諦めてるときに一人でチャレンジできるからやっぱりうまくいくし目立つんですよなので結果として目標とかが手に入りやすくなるそれが競争的な目標であろうと自分と約束した目標であろうとどっちでもです特に難しいのは自分との約束なんですよ。人人とのの約束の方がが簡単です人目があるから 自分との約束の方がはるかに難しいのでそれを自制心を持ってよし行くっていうあと一歩っていう本当にちょっとなんですけどねここ手をかけてククって上がれるかどうかの,あの頑張り度合いが全てに共通する最後の粘りですねここが大事かなというふうに思います。で5つ目が目的を忘れない目的を忘れない目標を忘れない。 これれも忘れる人いますねあの何のためにそれをやっているかっていう一番最初の趣旨って結構大事なこう夢とか目標を考えるためにあ夢を叶えるためにその目標を作ったりするわけじゃないですか。でその夢は何なんだっていうのを忘れてその目的を至るまでの道がつらすぎてもうやだやめようってなった時にいやこれはこの夢のためにやってるんだ。 で思えて頑張れるかどうかはすごく大きなポイントになりますだからあの夢っていうのがうんな強いこう自分の情熱とか欲求に沿う内容のものの方が多分いいと思います、はい、あのただ単に仕事でうん数字を、ね、稼ぐだけとかそれって折れやすいんですよその先にじゃあ稼いで何したいのとかっていう とところとかですよね、まあ、家族に還元して家族と一緒に旅行行くでも構わないしあのいろんな夢皆さん持ってていいと思うんですよ。最近私のクライアントさんとの夢で多いのが、うん、スタジオもう一個持ちたいとかね家全面改装したいとか、まあ、数千万かかりの内容とかもあったりするんですけどそれって3年がかりとか5年がかりだったらどうにかならないかって思えば5年計画で今年はここまでだ今年はここまでだと できるじゃないですか。で、そういう感じで、目標のね、大きい。その夢、目的を忘れないっていう人が、やっぱり叶えやすいな、というふうに感じています。はい、こちらがまずね、達成できるタイプの人です。で、次に、挫折する、達成できないタイプの人のね。あの、まあ、癖というか、傾向をお伝えしていきたいと思います。まず、一つ目が、あの、そもそもの設定が。 無あのかないやすすぎる目標を立てるのもどうかと思うんですけど、えーとね、目標は多分っ、ね、て自分の実力を自分で理解をして1.3倍から1.5倍ぐらいの負荷がかかって頑張れるぐらいの目標がよくってこれ2倍とか3倍頑張んないとダメなのってもうダメだって見えちゃうので自分が諦めやすいんですよ諦めやすいと結局立てた目標をやらないから意味がないので。 まあ時間管理と連動してくる部分はあるんですけどやっぱり自分の現状を正確にある程度把握してその上でどういうふうに頑張るのかスケジュールもいや私が聞いても無理じゃないっていうスケジュールを立ててる人いるんですよ、私が聞いてもですよ、でそれ聞けるからまだいいんですよ、私。聞いて、いやそれ私でも多分できない。 いう,ふうに私割と時間の使い方うまい方なんですよそれでもそのクランズさんのお話聞いてできないって私が言うで,そのできないっていう理由は自分のスピードでもできないって自分が測れるんですよ。ということは大抵の方は私より練度が低い方が多いんですよそしたら無理なんですよおそらく普段からの様子見てるから普段からここはサボっちゃうとか。 寝っ転がっちゃうとかやらないとかっていう決断をするのを知ってたりとかするとなおのこといや,やらんだろうっっってちょっと思ったりすするわけですそうすると無理すぎる目標を立てちゃうと結局やらないからやらないんですなので程よい目標設定をするっていうだからも目標設定をちゃんとするっていうのがまあ大事なのでそこに課題がある人はちょっと自分をよく見つめた上で設定をしようっていうのがまず一つ目ですね。 2つ目があのこの目標設定をに関連するんですけれどもそ細分化の仕方が上手じゃない、えっと、落とし込むんですよ小さくやれる目標にまでその目標の落とし込み方を膨大にもうノルマ的にぎっちぎちに落とし込みをしてしまうとできないんですよ。だからブレイクダウンするときに 7割ぐらいの力でできる程度までのブレイクダウンにしといて100%力使わなきゃ無理っていうところまではあの詰めすぎない余裕の時間を持っておかないと狂います計画って普通はだからあのその結局目標の組み方計画の組み方これ失敗するとやっぱねうまくいかないんですよ。ここを自分を把握するっていうのがベースにあるんですけどね自分の能力をちゃんと把握しようみたいな。 そこがあるので、そこをできるかできないかっていうのがあります。で、三つ目。三つ目は、私の本でも書いてるんですけど、感情時間術っていう本で書いてるんですが、時間の使い方って感情にめちゃめちゃ左右されるんですよ。これは何人も目標をつやるのを挫折してきてる人見てて思ってます。で、感情に左右されるというのはどういうことなのかっていうと、今日はやる気が起きない。 なんだかモチベーションが上がらないとかいういろんな事情があるんですよ家のことに傍作されてるとかなんかそういうことなんか人に言われたからなんか気分が落ち込んで手が止まったとか理由はいろいろあるんですけどあの感情に左右されると目標達成が難しくなるんですよ要はき切り替えが瞬時にできるかどうかということですねあの私職業柄っていうのもあるんですが例えば あの自分が悪くなくても相手が勝手に憤ってクレームとか言ってくるケースとか数年に一度ぐらいあるんですよ、まあ、当たっちゃったみたいな感じなんですけどねあのそれって例えば出るとこ出ても私の方が正しいっていうのが証明できるような内容なんですでも言いがかりつけてくる人っているんですよはっきり言って気分は良くないです よくないんだけれどもその人が唐突にその私の隙間の時間に入ってきてそれを言ったとしても例えばその前後に私のクライアントさんのセッションとかコンサルティングが入ってたとしたらその気持ちって引きずるわけにはいかないんですよ、その限られた時間の中でその方に最大限のパフォーマンスを出していただかないといけないので受け止める私の方はいつでも平常心いってかむしろちょっとテンション高め。 ぐらいの感じで接しない限りはその人に勇気とか希望とか元気を与えることできないじゃないですか。大概グラントさんって、まあ、うまくいってる報告で「わいわい」っていく人もいますよ。いやこんなにできたんですよかったねまた来月も頑張ろうみたいなめっちゃうまくいってるタイプの人はそういう流れなんですけどいや今回こういうあれがあってあでこうでっていうなんか残念みたいな話をした時には改善案を伝えるし 気持ちをげげるるってていうことを後押ししフォローしてあげたりすすわけですよその私がそうだよね私もね落ち込んじゃってねとかっていう話したらなんか相談する気ないじゃないですかだから私はコンサルタントっていう人の人間のね人間像の姿としてはあのいつでも変わらない平常心クライアントさんがどんなに乱れていてもどんなに状態が悪かったとしてもそれを全部受け止めて きちんと正しい形で返してあげて冷静さをその人にあの渡す何いし持ち上げる変にね変にこう感情をこうえーってやる必要はない,いや苦手だしそういうのも <laughs> その人自身の中にある強さと立ち直る力を信じてあげてそれに正しい助言をする性格、まあ、にもよるんでねいろんな助言の仕方はあるんですけれども、ね、その力を信じてあげて 上がってくるのを待つ。これ待たないといけないんですよ。あの後押しして引きずるように頑張らせると本人の意思で頑張ってないので、結局また折れるんですよ。そうすると折れる持ち上げる折れる持ち上げるの？繰り返して依存する。コンサルタントいや依存させる。コンサルタント、そして依存する。クライアントって今日あの依存の関係ができちゃって。あの、クライアントさんは自立して。 歩く走るべきなんですよだからそのサポートをするのがコンサルタントってことで私のコンサルタントポリシーは依存させない自立する技術と心を身につけさせることっていうのが私のポリシーなんですけれどもそんな形でやっていただけるようにやるっていうことは感情感情なんですよ。 感情の切り替えが上手にできるかどうかっていうのも実は目標達成にすごく起因する大事なところです。なので達成できてない人とかはちょっとね、ここもね、3つの自分の状態を確認してもらったらいいかなというふうに思います。はいということでまとめに入りたいと思います。目標達成できる人の5つの特徴と達成できない人の3つの特徴についてお伝えしたいと思います。まず1つ目が柔軟性。 いろんなことがあっても、えー、そこを、ね、うまくやっていけることができる能力がある人で2つ目が、えー、改善効率化ができる人ですねこちらもいろいろやりながら考えていくということ3つ目は行動力実践力がある人ですねこちらが3つ目で4つ目が諦めない最後の一歩ができる人諦めずにやれる人ここも大事。 で5つ目が目的を見失わない人です、ね、これが多分目標達成できる人になっていますで達成できない人、えー、と設定目標設定に問題があるケースがあります目標設定に問題があるで2つ目がその設定に対して動く行動計画がギチギチすぎる計画の立て方が少し問題があるケースがあります で3つ目が感情に左右される感情を上手にコントロールするっていうことができない人これができない人になってくる形になるので、まあ、今言ったできる人とできない人の違いを理解して目標達成をしたいというふうに思うのであればできないという要因を排除してできる方の自分になっていくっていう、まあ、それがねあの必要なんじゃないのかなと思いますのでぜひ頑張ってみてくださいそれでは